今日は僕一人しかいませんけど、参政党は今全国比例でも5人、そして今全国の選挙区でぜひこの栃木でも手をもらいたいけど、25人から30人が手を挙げようとしてくれています。今みんな悩んでる。何に悩んでるか。リスクが大きい。ここに立って話すと自分が狙われる対象になるから。自民党が強いところなんかだったらもう取引やめますって言われます。民主党が強いところでもそうでしたね。すごくそういう圧力をかけてきますし、武田先生もよく言ってるけど、選挙に出たら社会的弱者になってテレビに出るなとか行政の仕事をするなとかいろんな妨害を受けるんです。で、こっちも騙したくはないからそういうリスクはありますよって言うからみんな悩んでる。けどそれでももう何人かの人が私やりますと言ってくれてますよ。だってもう今しかないと僕たち思っているから。僕らみたいな弱小政党が国政に議席を取るのはこの参議院の全国比例しかありません。他に手段ありません。だって小選挙区で自民党とは民主党相手に10万票取れないですもん、いきなり。だってメディアも取り上げてくれないんだから。今日だってね、この平日の夕方でこの宇都宮の駅でもう200人ぐらいいらっしゃるじゃないですか。これだって本当はニュースですよ、ローカルだったら。東京でやったら5、600人集まるし、この間大阪でやった時なんか900人ぐらい集まったんですよ。まあ、大阪はね、大スポット大阪が初めて取り上げてくれたんで、全く取り上げられなかったわけじゃないけど、こういうこともやってくれないんです。国政政党だったら、それなりにニュースになるんだ。だから我々ができる唯一の戦い方が、全国1億2000万人、まあ有権者で言ったら9000万人ぐらいの方々に訴えて、そして100万、200万、300万という票を積んで、そして国会で議席を取って、そして国会の壇上でおかしいと思うことをちゃんと潰される覚悟を持って質問することですよ。実際いなくなった国会議員いますよね、過去に。国の特別会計やら、アメリカとの金の貸し借りやら、そういうことでおかしいねとか、それで無理しま、ね、無理なんだよ、飲めないよと言った人たちはすぐいなくなりましたよね。そういう状況ですよ。それも分かってます。全部。ね。自分だけじゃなくて、家族とか、いろんな人に迷惑かかるのも分かってます。でも、そういうことをやろうという人たちが、今全国で何十人か手を挙げてくれている。そして今1億5000万人の国民が、なんとかそこで力を合わせて、ありの一決で負けようじゃないかということで、挑戦しています。だから私は今日皆さんに言いたいのは、別に僕に一票入れてくれとか、応援してくれとか言うつもりはないんです。このチャンスを使って、皆さんが本当にやってほしいこと、やるべきだと思うことを、一緒に訴えてください。で、あれやってこれやってって僕らに依頼するんじゃなくて、皆さんが一緒にやるんですよ。党の中で一緒にチラシを作ったり、こうやって街頭演説をやったり、今日だって僕は来ただけです。栃木県の党員の皆さんが何十人か協力して、そしてまた東京とかから車とかも持ってきてくれて、ね、千葉から撮影に来てくれて、みんなが自主的にやってくれてるんですよ。こういうことをみんなでやりましょうよ。そしたら、いっぱい人が集まり出せば、日本人は本当に協力できる民族だから、声上げると増えますよ。そういう練りを、ぜひ、あと選挙まで60日ぐらいしかないので、全国に広げたいんです。そうやって一緒にやってくれる仲間が欲しいんです。応援しますとか、お願いしますとか言われても困る。もう鼓膜まで破れてんだから、やりすぎて。これ以上僕たちだけにやらせるんじゃなくて、皆さんもできることやってください。ここに立たなくてもいいから。ここに立つのはもう本当に勇気のある人でいい。でも、皆さん、ビラ配りしたり、ね、撮影して動画を拡散したり、SNS で書いたり、できることいっぱいあるでしょ？そういうことやってください。別に僕なんか結構口が悪くて SNS でもね、なんか生意気だとか言い方が悪いって怒られるんだけど、僕は素直に正直に言いたいんです、思ってることを。もうなんか言葉をね、うまく取り繕ってみんなに疲れようとか思っていない。それだったら、もう自民党で国会議員になった方が早い。その道を捨てて、もう本当に真剣に捨て身でやってるので、ぜひですね、その気持ちに少しでも皆さんが賛同していただけるんだったら、今日きっかけに、参政党に協力してもらいたいし、参政党員になってもらいたい。そして、参政党っていうのは僕じゃないんですよ。ボードメンバーのメンバーでもない、候補者でもないんですよ。今日代々のジャンパーを着てる人たち、着てない人もいるけど、党員でね。この人たちが参政党です。この人たちを応援してあげてください。
仲間になって勇気づけてあげてください。それが僕からのお願いです。前半の演説はこれで終わります。ご清聴ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ちょっと区切りますか。質問を受けようかなと思って。よろしいですか。はい、はい、それじゃあですね、質問をお受けしますので、どなたかもしいらっしゃいましたら手を挙げていただければと思うんですけども。はい、何でも聞いてください。大丈夫です。初めての政党ですからね。はい、後ろのピンクの傘の方、マイクが届かないのでこちらに来ていただくことできますか。すいません、多分ね、届かないと思うんですよね、無線が。ちょっと答えします。こっちね、はいはい。会見についての考えを聞かせてください。はい。はい。これ、はい、憲法の会見についての考えを聞かせてくださいということでしたね。はい。私ちょうど来る途中も参政党の Q&A 集という本を緊急出版することがありまして、そこでも書いてたんですけど、基本的に会見という考え方を参政党は取っていません。じゃあ何ですかって言ったら創建です。作る憲法ね。今の憲法がいいかっていうと、決していいものとは私たちは思っていません。なぜなら、本当に日本が日本じゃなかった時、日本って6年8ヶ月日本じゃなかったんですよね。1945年から1952年の4月28日、あさってまで。ここまでは日本じゃなかったんです。アメリカだったんです。その時に、本当作った憲法というのは国際的にも本当は無効なはずなんです。だから1952年に、日本が主権を回復したときに作り直すべきだったものを77年間放置してきたのね。これが大前提です。だからもう一回我々が作る方がいいと思っています。かつ、ありがとうございます。かつて、じゃあそんな難しいよ無理だよっていう方いらっしゃるけど、そんなことありません。150年戻れば明治の時に日本人は全国各地で勉強会をやってですね、憲法草案作ったんですよ。何十個も、100ぐらいあったんですよ、全国から出てきた憲法草案。これ自由民権運動と言います。なんか自由民権運動っていうとデモしてたようなイメージあるかもしれないけど、それは歴史の歪曲で、もともとはこれから本当にみんなで政治をやるんだったら自分たちの国の憲法ぐらい自分たちで作らなきゃ白人舐められるぞと、植民地が続くぞというようなことで、みんなが本当に決起して作ったんですよ、何年もかけて。で、早く国会を開けと言ってですね、政府に詰め寄って、そして、まあ、政府の方でも10年後に開くからってですね、なだめられて、そしていろんな案を出し合って日本国憲法っていうのを作ったんです。大日本帝国憲法をね。こういう運動を僕たちはやりたい。これが僕たちの目指す憲法についての考え方です。だからですよ、今自民党がやろうとしてる憲法改正には反対しています。なぜか、そもそもアメリカがね、の営業下にあった時に作ったのは日本人だけど、コントロール下にあった時に作らされたもんですから、それの条文をちょこっと変えたところでその体制は変わらないから。そして一番危ないのが緊急事態条項ですよね。これ知ってる方多いと思いますよ。で、本当に自民党の議員の何人かが言ってて本当に腹が立ちましたけど、やっぱこのコロナの時ね、やっぱりこうやっていろんな強制ができなくなるから、だから緊急事態条項は必要なんだってちゃんと言ってた国会議員いますよ。何人か僕記事スクリーンショット撮ったもん。名前言わないけどね、悪口になるから。けど今回のコロナみたいな変な誘導ってさっき言いましたよね。それの延長線上に国民の権利を奪われたらとんでもないことになる。だから今の自民党の進めようとしている改憲には我々は賛成党じゃ賛成できません。僕も弟自民党にいたし、そして自民党の中にもたくさん仲間の議員が、友達の議員がいるからね、信じたい気持ちはあるけど、今回の一連のことを見ていても、そしてこの30年の国の、ね、舵取りを見てももう信用できません。何回も言いますけど、できるんだったら中に入ってやればいいんだから、それが一番楽ですよ。自民党に入って立候補すればこんなことしなくていいから、もっとエスカレーター式でいけますよ、公認さえ取っちゃえば。わざわざ政党を作ってるということは自民党のやり方じゃダメだと思ってるからです。だからね、いろいろなんかネットとかで自民党の補完勢力だって言って、なんでそうなるのというのが僕の本音。正面からそれにはノーと言います。でもみんなで憲法は考えたい。で、みんなで考えた結果が今と同じような憲法になることは、それはいいですよ。ね、日本国憲法だって全てがダメだと思っていないから。ね、だっていろんな世界中の、まあ、寄せ集め憲法とか思ってますけど、
いわゆる世界のいろんな情報を集めて作ったのが今日本国憲法で、その全てがダメだと思ってないから、例えば憲法の9条のことに関しても、これもね、これは賛成党がよく言ってます。みんなでまず議論すべきことが一つあるんですよ。憲法9条がどうかとか核武装の前にやるのは、まず国民の合意を取らないといけない。私たちは国民問いたい、賛成党からは。日本を自分たちの力で守るのか、それとも今まで通りアメリカに守ってもらってその傘の下でやるのかの、この二択です。いいですか。傘の下でやるのは楽ですよ。けど自由は与えられません。何かあったら言うこと聞けよ。それはそうですよ。人間だってそうでしょ。お父さんお母さんに面倒を見てもらっておる未成年が自分の自由だけ主張してもやっぱそれはおかしいですよ。自分でやりたいことがあるんだったら自分の力でちゃんと自立して自分で責任持ってやんなさいというのが道理じゃないですか。だからいろんな問題が今日本ありますけど、根本的に日本がちゃんと自立できてないんです。少なくとも軍事に関してはそれ 100% 当てはまります。これどうすんのですよ。だから都合のいいところだけ自由を主張して、責任やリスクや負担の取るかかるところはアメリカに任せます。これは通らない。それはアメリカに言われたって反論の余地がないですよ。ね、ロシアから言われてるじゃないですか。北方領土返してほしかったら独立しろと。そんなもんね、日本に北方領土返したら、ね、いつアメリカの基地を北方領土で使えるか分かんないから返せないよってプーチン言ってますよ、ちゃんとはっきり。だからちゃんと主権を主張するならそこをきちっとやらないと。ここを国民合意取らないまま条文いじりとかああだこうだ言ってても、じゃ何も進まないですよ。ここはもう国民の腹の決めどころ、今まで通りでいいんだって言うんだったらもう今のままですよ。いやこれじゃまずいと思うんだったらどっかでリスクを取って覚悟を決めてやらないと。時間が経つごとに日本の国力は落ちています。そうですよね。もう30年前の4分の1の経済力ですよ皆さん。 GDP は変わってないって言ってるけど、世界の経済がもう 3.5 倍ぐらい成長してるから、日本が変わってないから、相対的に見たら日本の経済力なんていうのはもう4分の1なんです。中国の3分の1以下。一人当たりの GDP はもう韓国にも抜かれそうなんです。抜かれたか抜かれそうか、そのもうギリギリのところね。それは中国も韓国も北朝鮮も日本を舐めてかかってきますよ。ミサイル飛ばしてきますよ。どうせあいつら遺憾の意を表明するだけで何もしないと思われてるから。こんな誇りのないような状態のままでこの国を残していくのかどうかって、こういう議論を先にして、そっから憲法の話です。憲法っていうのは英語で言えばコンスティテューションです。国の土台、仕組みですよ。どういう国を作りますかっていうのを考えないといけない。そういう議論がないまま憲法改正だとか言っても、それは非常にリスクがある。だから私たちは根本の議論から、時間はかかるけど77年間サボってきたことをちゃんとやって皆さんに政治に参加してもらいたいと思っています。長くなりましたけど以上です。他、次の方、次の方、じゃあ、女性の方、はい、宇都宮でお疲れ様です。私が聞きたいのは、今、ウクライナ問題とかあるじゃないですか、それに鑑みるものなんですけれども、今、日本の若者って、親の世帯の収入とかが少なくて、高校にすら行けない人たちがいる。大学進学だって頑張って勉強したいと思ってもやっぱり家庭の都合で勉強できない、学校行けない、就職しかないで、行けるとしても奨学金が借りられるけどそれ借金ですよね。そういうことをしておきながら海外から来る人たちに向かってはもうばらまいてます。特にウクライナの米学とか分かります。私もすごい学校行けなかった口なんですごい分かるんですけれども、勉強したいっていうのは日本人が先じゃないんでしょうか。その本のことをどのようにお考えか、ずっとあの本とか読ませていただいて子供のことも考えてくださっているのすごくよくわかるんですけども、実際にその目の前でお話を聞きたいなと思います。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。教育ですよね、まあ、本当におっしゃる通りだと思いますね。もう僕は今岸田総理がこれまでいろいろ迷走されてきましたけど、一番僕は腹が立っている質問、発言はですね、留学生が日本の宝ですって言ったことです。違いますよ。日本の宝は日本の子供ですよ。そうでしょ皆さん。宝じゃないんですよそんなの。
ね、で子供がね、この間まで100万人切ったって騒いでたら、もう85万ぐらいが減ってるんですよ。だからもう生まれる前にそういう命がもうなくなっていってる。で若いお母さんっていうか、子育て世代の方に聞いてね、子供ね、どうですかっていう聞くと、今みたいな社会に新しい命を見落とすことはできないと。子供がかわいそうだっていうお母さんも結構いらっしゃいますよ。僕の周りでも。でも逆に、僕今、石川県加賀市っていうところでコミュニティ作って、フリースクールとか作ってるんですけど、安心できる環境があると、そして女性をサポートする環境があると、すごい子供が生まれます。もう、子供はいいなと思ってた人にまで子供ができてですね、まあみんな喜んでますけど、そういう環境を絶対作らないとダメなんです。でね、学費の件に関してもう少し話を絞めていくと、賛成党が言ってるのは、これは動画でも言ってますし、武田先生ももうワンワン言ってますけど、今の東大を中心としたこの大学制度、受験の制度を一回ぶっ壊す必要があると思ってます。文部科学省も解体してもいいかもしれません。今の日本の教育っていうのはね、これ明治の時にできたシステムなんですよ。富国強兵という国家理念のもと、優秀な軍人と優秀な工場労働者を作る教育です。